歌丸の肖像画坂への六十歳筆、完成三美人歌丸が、江戸の花娘浄瑠璃、歌丸が、歌丸が。英国ロンドンのビクトリアアルバート博物館所蔵、山卯と金太郎坂月歌丸がポッピンを吹く女、北川歌丸から1806年10月31日は、江戸時代の日本で活躍した浮世絵師。聖は北川、後に北川。 幼名は一太郎、後に祐介と改める。名は信美。はじめの号は、豊賞と言い,い、天明初年頃から歌まろ、歌まろと号す。生前は、歌まると呼ばれていたが、直接本人を知る者がいなくなった十九世紀過ぎから、歌まろと呼ばれるようになったようだ。なお、天明二年観光の最短長松野丹に、鳥山豊賞。 鳥豊章の落款例がある。廃会では石金目、木燕、燕大祭、強化名は筆誤る、紫屋と合して、津谷重三郎と共に、吉原連に属した。青年、出生地、出身地など不明。青年に関しては、没年からの逆算で1753年とされることが多い。出身に関しては、川越説と江戸市中の二説が有力だが、 他にも、京、大阪、栃木などの説もある。鳥山赤縁の下で学び、初作は1770年、北川豊か正名義のエール敗称、千代の春の差し絵一点。歌丸名義では、1783年の、星牢、庭吉美女芸者部、星牢寺和義鹿島踊り族が最初期と言われる。1788年から関西年間初期にかけて、 つたや重三郎を版元として、当時流行していた教科に、課長画を合わせた、教科絵本、一万千丁、絵本抽選、塩日の、つとなどを反抗した。千七百九十から九十一年から描き始めた、婦女人層十種な婦人小学十からだといった、美人大首絵で人気を博した。聖老、には吉シ女芸者部のような、全身像で聖地な大盤のシリーズもあったが、 当時全盛美人戦、娘美、時計、歌戦恋の部、北国五色積みなど、大首美人画の優作を刊行した。一方、最も匹敏で、感能的な写実性をも描き出そうとした。北国五色積みの、川岸、鉄砲や、教訓親の目観の、爆練、あるいは比嘉に見られる肉感は、決して美しさだけではなく、生々しさや、お抱くもある。 実存世界へと歌丸の目が届いていることも知らされる。スタジオとの連携のもと、無線釣り、主線、ゴマスキといった掘り釣り法を用いて、肌や衣装の質感、良感を工夫した。やがて、照明、歌丸という楽観をするほどまでに、美人画の歌丸時代を現出した。また、絵本や肉筆浮世絵の例も数多く見られる。 歌丸は背景を省略して白雲も散りばめ、さらにそれまで全身を描かれていた美人画の体を省き顔を中心とする構図を考案した。これにより美人画の人物の表情だけでなく内面や艶も詳細に描くことが可能になった。歌丸は遊女、オイラン、さらに茶屋の娘などを対象としたが歌丸が取り上げることによってモデルの名はたちまち江戸中に広まった。 これに対して、江戸幕府は世を乱すものとして、たびたび制限を加えたが、歌丸は、半ン絵などで対抗し、美人画を描き続けた。1804年5月、豊臣秀吉の第五の花見を題材にした、大公がおつまらく東遊館の図を描いたことがきっかけで、幕府に捕獲され、手錠50日の処分を受ける。職法時代以降の人物を扱うことが禁じられていたからである。 これ以降、歌丸は病気になったとされる。藩元たちは回復の見込みがないと知ると依頼が殺到したという。2年後の1806年死去した。墓所は世田谷区からす山の千密寺。開名は秋遠慮教神寺。ボストン美術館のスポルディングコレクションは歌丸の浮世絵383点を所蔵。 公開を長く禁止したため非常に保存状態が良く、すぐに退職する、強草の紫色もよく残っている。歌丸の門人には二代目、歌丸、千代女、行丸、道丸、月丸、藤丸、秀で丸、磯丸、足、磨く、峰丸、この丸、年丸、竹丸、花丸などがいたが、死に必すべき絵師は現れず、当時の絵師、また、 後世の絵師たちに与えた影響は、計り知れないものがある。ありがとうございます。